クレヨンしんちゃんをオラのご機嫌コレクションは、1996年12月20日に、日本のバンダイから発売された、ゲームボーイ用ミニゲーム集。漫画、クレヨンしんちゃんを題材とした作品であり、横スクロールのアクションが主だった、前作、クレヨンしんちゃん4、オラのいたずら大変身から変わって、過去4作の中からアンケートで好評だった。 ミニゲーム10作と新作のミニゲーム4作合わせての、クレヨン・しんちゃんサン・オーラのご機嫌アスレチック同様のミニゲーム集となった。開発は、統制が行い、プロデューサーは、クレヨン・しんちゃんサン・オーラのご機嫌アスレチックを手掛けた、磯貝武を、音楽は、スーパーファミコン用ソフト、機動戦士 V ガンダムを手掛けた、吹田明人が担当している。本作が、クレヨン・しんちゃんを題材とした、 ゲームボーイ用ソフトの最終作となった。各エリアでミニゲームを行う。ミニゲームの中には、クリアすることにより、アイテムがもらえることがあり、ミニゲーム、アスレチック大会が有利になる。時折、出現するブリ、ブリザイモンに接触すると、新作ミニゲームで挑戦する。失敗すると、これまでにクリアしたミニゲームを一つ無効にされてしまう。一つクリアするごとに、パスワードが表記される。 すべてのミニゲームをクリアすると、ゲームクリア。クレヨンしんちゃんのゲームとしては初めて、ひまわりが登場する。過去作品からの再収録詳細は、各作品にて、しんのすけのグラフィックが変更されている。本作初収録母のミサイが出かけている間に、妹のひまわりの面倒を見ることになったしんのすけ。兄として生き込むしんのすけだったが、目を離した隙にひまわりはどこかに行ってしまう。 このままではミサエが帰ってきたら、いつも通りにお説教を受けてしまうのだろう。果たして、新之助はミサエが帰ってくる前にひまわりを見つけ出すことができるのであろうか。ゲーム誌、ファミ通のクロスレビューでは、合計22点、ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は、以下の通りとなっており、20.7点となっている。以下はすべてゲームボーイ用ソフトである。 ありがとうございます。